はい、皆様こんにちは、秀間提督でございます。今回からですね、新しいシリーズというかジャンルというか、この名前テイトークというところで話をしていきたいと思っております。このテイトークですけれども、プロ写真家、広告写真家の大山文彦巨匠からいただきました。まあ、勝手になんですけれども、大山巨匠がですねチャットにこうピピピと書いていただいたのをピックアップさせていただきました。大山先生ありがとうございます。で、テイトーク内容なんですけれども、まあ、意見というわけではないんですが、まあ、なんかこうちょっとね喋りたいこととか、まあ、過去にも受験用の証明写真ですとか、あと写真コンテストの話などをしてまいりましたけれども、まあ、そちらをこうジャンル化しようかなということを考えた次第でございます。ということでテイトークボリューム3です。今回のテーマはこちらです。7月9日にキヤノンから新しいミラーレスカメラが発表されました。これはターニングポイントとなったのかという話でございます。はい、こちらがですね発表になった EOS R5、R6、まあ、こちらはね R5 ですけれども、キヤノンのコピーが5であることが全てということを言っておるようです。まあ5ということで言うと、まあ、私自身も愛用してきましたけれども、フィルムカメラで EOS 5がありました。そしてデジタルカメラとなってフルサイズの中級クラスというんですかね、 EOS 5D が登場しました。まあ、これがどっちかっていうと、そうですね、フルサイズのデジタルカメラの走りとも言えるかなとは思います。まあ、実際使ってましたし、非常にいいカメラだったなというふうに思っております。そして、私自身この7月9日の夜に、キヤノンの配信を見ながら生放送を行ったんですけれども、大変にね多くの皆様にご参加いただきまして本当にありがとうございます。もしよければアーカイブご覧ください。はい、でこの EOS R5 と R6 の発表を受けて、まあ、考えたことっていうのはこういうことでございます。一眼レフの終焉日だったんじゃないのかなということです。まあ、何のことかと言いますと、現時点ではデジタルカメラというと一眼レフとミラーレスというふうに、その高度の違いって言ったらいいのかな、撮影スタイルの違いとも言えるかなとは思いますが、2つのパターンのカメラが存在してます。まあ、もちろんいわゆる 35mm というようなジャンルですけれども、この中で一眼レフは、そうね、7月9日で終わったかなという感じが実はしております。まあ、私自身はソニーを使っておりますし、使い始めた当初に、一眼レフは終わったというふうに思ってましたし、まあ、そんなようなことを、まあ、講演とかね、友人とかには説いて回ったというのもあるんですけれども、まあ、確実に今回のキヤノンが出してきたカメラについて言えることは、そう、一眼レフは終わったなというようなことでございます。別にね、一眼レフを愛する人たちを否定することはもちろんないんですけれども、おそらくこっから先キヤノンが一眼レフ作ってくることはほぼほぼないんじゃないのかなというふうにも思っている次第です。はい、それでは、EOS 5R の EOS R5 のアピールポイントをちょっと見てみましょう。こちらですね、これサイトから引用させていただいておる次第でございますが、アピールポイントはこんな感じですね。EOS で最高解像性能が出せる。まあ、確かに、自分もキヤノン使っておりましたけれども、まあ、ちょっと、言うと一眼レフ用の L レンズも含めてちょっと弱いなっていう感じ、解像度ね、しておりました。
ただ自分自身はね EOS R 使ったというかテストしたことはありますけれども、その時の感想からすると新しい EOS RF レンズはすごいいいなというふうには思っています。解像度も高いし、で、もちろんそのあたりをアピールしてくるのはこれは当然のことかなと思います。あとは割と多くの人がこう湧き立ったっていう感じがあったんですけれども、手ブレ補正を今まではレンズの中が命だ、レンズの中でファインダーの中でブレが確認できることがいいということがキヤノンのコンセプトでしたけれども、それをガラッと変えてボディ内手ブレ補正、つまりセンサーを動かして手ブレ補正をする、これを取り入れたということですね。驚くことに、まあ、ハイブリッド、レンズ側とボディ側両方というのもあるんでしょうが、なんと8段に対応すると、8段相当に対応する手ブレ補正があるということをアピールしておりました。そして、一番のポイントになったんじゃないかなというところは動画性能ですね。特に EOS R5 については 8K、 つまり、約3200万画素の、1枚がね3200万画素のとっても高精細な動画、これが撮れるっていうことですね。しかもボディ内で完結させられるっていうところが、まあ、EOS R5 の最大のアピールポイントだったとは思います。そして、飛躍的進化を遂げた AF 性能、見てて思いましたけれども、視野の中 100% そこを全て、まあ、1000いくつの、AF ポイントがあるってことですね。端っこから端っこまで、ピントを合わせるというのがこの EOS R5 の特徴というふうにも言ってました。次に電子シャッターを使用すると秒間20コマの高速連写ができるということもアピールしておりました。まあ、実際にね、1月に発売になったキヤノンの EOS ONEDX Mark III、 こちらが、確か物理シャッターで16コマ、ミラーを跳ね上げると20コマ撮れます、ミラーレス状態にすると20コマ撮れますということをね、ONEDX でも言ってましたけれども、まあもともとミラーのないカメラですから、そのあたり20コマというのを追加してきたでしょうね。物理シャッターは12コマだったかな、それでも早いですよね確かに。そして、信頼性、操作性、信頼性の伝承ということで、まあ、シーリングであるとか、まあ、ボディの耐久力みたいなところにも力を入れているということだそうです。そして、まあ、便利な通信機能、ね、FTP などができるようです。まあ、聞いてて驚いたのは、5GHz 帯の Wi-Fi って今まで積んでなかったんだっていうのはちょっぴり思ったんですけれども、でも、まあ今後のカメラについてはネットワークに対応するというのが非常にキーポイントになると私自身は思っているので、そのあたりも強化してきたということをアピールしていました。でここで考えなきゃいけないのは、一眼レフの優位性ってなんだろうねってことですよね。まあ、一眼レフの優位性って言ったらもうこれっきゃないんじゃないのかなと実は随分前から思ってるんですけども、それがこちら、電源オフ状態でも被写体が確認できる、もうほぼほぼこれ以外にないんじゃないかと、暴言かなというふうに思います。センサーの能力が上がったというのもありますが、今までね一眼レフだと中央のこうなんていうかね、一部分ぐらいが AF が効くと聞く場所 AF ポイントっていう風にね、言っていたんですけれども、まあほとんどの場所で、ピントを合わせることができる。まあねよくね一眼レフでね、撮ってる人いるんじゃないですかね。こう中央一点にしておいてこうピント合わせてからこうやって動かしてるやつ、でっ嫌いなんですけれど、それがなくてももう確実に構図の中にピントの場所を確定化できるっていうこと、これってもう完全にねミラーレスの方が上行ってるというふうに思ってますので、まあ、そういうのもこういろんなものを含めて考えて
一眼レフで優位性のあるところってまあほとんどないかなということをずっと思っておりますし、まあ、今回のキャノンのプレゼンテーションを見て感じたのは、まあ、キャノンもそれを理解したというような意味かなということです。まあ、それだけじゃなくて、あとそうですね、キャノンとしては内心厳しいかなと思うのがこちら、現時点で売っているフルサイズカメラ、これの、まあ、種別と価格とあと画素数を価格コムで調べてリストにいたしました。これボディのみの値段とです。一番上にね君臨するのは先ほどからも出ている、まあ、フラグシップ EOS 1DX マーク3ですね。間違いなく価格っていうのはカメラを買う上で、まあ、選択の重要なポイントにはなるというふうには思っています。もちろんね、画素数競争なんてずっとメーカーでは言われてましたから、まあこれらの画素数みたいなところも考慮にはなるかなとは思いますけれども、まあ、基本的には価格ですよね。で考えると今回の R5、R6 はとっても、まあ、高いですけれども、これでカメラをバッチリ操作していい写真撮りたいんだということであれば、かなり魅力的な価格を出してきたんじゃないかと思います。それともう一つは先行して発売された EOS R と EOS RP ですね。これがまあ1段階、まあ、値段が今下がってますので、導入部分、ミラーレスの導入部分としてはボディのみで 125,397 円ってかなり魅力的なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなようなことから考えても、一般的にじゃあもう一眼レフじゃなくてミラーレスかなというふうに思ってるような人たち、そうですね、言えることは次のようなことだと思います。船は動いてるので乗るのは今じゃないかなということです。一眼レフを愛する気持ちも分かりますし、写真をどうやって撮るかということを考えたら、まあおそらく今後一眼レフが飛躍的に発展することっていうのはまあないんじゃないかというふうに思ってますので、もしも何らかの機会でカメラを買う、カメラを変えるというようなことがあれば、ミラーレスは視野に入ってくる、確実に入ってくるものだと思います。そういった意味で言うとね、メーカーで言うと今ちょっとペンタックスがまあミラーレス、大きいサイズのミラーレスっていうものがちょっと今ラインナップでないので頑張ってほしいなというふうには思いますけれども、各社サイズの違い、ね、センサーのサイズの違いはあれミラーレス化の方向にがっつり動いているので、まあ、一眼レフは死んだなというような思いが出たということでございます。はい、以上が今回のテイトークです。さてこれどうなりますかね、1年後2年後ぐらいには答えが出てるのかなというふうにも思います。デジタルカメラの販売台数実績みたいなところは発表されていくので、今後どういった売上の変動があるのかも注目したいと思います。テイトークは以上でございます。チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。